当選みたいな、あ、そうなんだ。ありがたい、それは。1年目、4月1週目。お。世界の果てにある、ラトゥール島。太古、この島には怪獣と呼ばれる巨大な生き物がいた。こいつ見るとなんか全部知ってんな。かつて怪獣は人間と共に暮らしていたが、強大な力は争いを招いた。あー、な、まあね。そりゃそうだな。兵器としてな。使うこともあるだろうから。お、その時、彼方から光の巨人が現れ、事態を収束させたという。ああ。そして争いに倒れた怪獣たちは、円盤石と呼ばれる石となった。円盤石ってなんか、あれだね、モンハンでもあったな。まあ、別のゲームの話言うと。そして、長き時が流れ、遺跡で発見された円盤石から怪獣が再生される。解き放たれし怪獣を育む者。その者たちを怪獣ブリーダーと呼ぶ。ウルトラ怪獣モンスターファームやっていきましょう。ラトゥール島一番の都市ニースク。この町に新たな怪獣ブリーダーが誕生しようとしていた。怪獣ブリーダー協会受付。ブリーダーの免許を受け取りですね。お名前を伺ってもよろしいですか？じゃあ行きましょうか。じゃあ、東四郎で行きますよ。名前、東四郎でいいですか？はい。東四郎さんですね。お調べいたします。さて、左上に、おかしいですね。何かの手違いか、免許証が発行されていません。ブリーダー学校卒業したのに？ちゃんと申請したのに？ お気持ちはお察ししますが、こちらとしては書類がないことには。待ってください。あなたは？私が教官につくというのはどうでしょうか。こちらの不備のようですし、仮免許でも教官がつけば問題ないはずです。はい、ホリーさんがそう言うなら。はじめまして、ホリーと言います。免許が降りるまで私が教官につくわ。もしかしてあのホリーさん？何？知ってるの？私もちょっとは有名になったのね。そう。FIMB、何これ、フィンバーのブリーダーだけど、今はここで教官をやってるの。はるばる大陸から怪獣の育成法を学びに来たのよ。まだ不慣れなところもあるけど、よろしくね、東四郎さん。怪獣がなんかこう、歴代の校長先生みたいな感じで出てたな、今。ニースクの街。モンスターと怪獣の違いは知ってるよね。もう、ブリーダー学校でちゃんと勉強したの？この島には怪獣と呼ばれる巨大な生き物がいるの。怪獣は円盤石という石から祭壇で元の大きさに再生されるんだ。暴れると手に負えない怪獣だけど、ブリーダーが正しく育てることで、怪獣バトルは街のために活躍してくれるのよ。とりあえず、東城さんの怪獣を手に入れなくちゃね。まずは、再生の祭壇に行きましょう。祭壇。サントさん、新人向けの怪獣が欲しいんですけど。オリか、よう来たな。そちらが新人のブリーダーかね。はい、東城、こちら東城さん、しばらく私がサポートすることになりました。よろしくお願いします。わしはサントという、よろしく頼む。お、ここでは円盤石から怪獣の再生を行っている。もちろん多少の代金はいただくから気をつけてくれ。お金がいいときは。安心したまえ、そんなブリーダーのために無料で怪獣の支給もしている。支給できるのは季節ごとに変わる一種類だけだが、とにかく見ていくと良いだろう。尺分は一見にしかずだ。ここは長くお世話になるから失礼のないようにね。これ追憶版。読み込んで再生を行っている。検索した楽曲から再生を行っている。特別なコード、季節の。なんかモンスターファームってなんか俺聞いた話によると、CD とか、ああいう曲から引っ張り、円盤石っていうのが要は、まあ、CD みたいな。あれらしいんですよ。ということで、楽曲を探してみましょう。ここでは、楽曲から怪獣を再生し、再生につけたい楽曲があれば好きなものを選ぶといい。グローンキッズもあるけど、まあ、ブードゥーキングダムとしていきましょう。この楽曲から再生してもらう？ 3000 円かかるんだ。まあ、行ってみようか。はい！それでは再生を始めよう！どう？おお。これが円盤石。あ、すごい壮大。さあ、どうだ？
お、なんだゴモラレッドキング。なんか強そう。どう？初めての怪獣を手にした感想は。本当に大きい。だよね。あ、待って、やばい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 。あれ、もし怪獣を飼いたいときはファームに向かうとき許可言ってね。ファーム？ブリーダーが怪獣を育てながら生活する場所をファームって呼ぶんだ。怪獣と暮らせる広い場所を見つけるのはなかなか大変なんだけど、教会でブリーダー募集のファームを紹介してもらえると思うよ。あ、それからもう一つ、怪獣の特徴って知ってる？怪獣がそれぞれ持っている特別な力のことだよ。特徴は、育成やバトルでいろんな効果を発揮するから慣れてる、育てて慣れてきたら特徴の違いにも目を向けてみて。おー、なるほど。はいはいはい、なるほどね。一旦受け取っとく。どうする？ちょっとないくつかやってみようか。ちょっと再生。それでは再生を始めよう。何が来るか。緑。お！バルタン星人だ。試しにこれでいってみようか。アッパレ温度、東京温度。さあ、東京温度。多分これ合成怪獣来る気がするんだよな。わかんないけど、そんな気がする。予感で。俺の予感。そんな気がするんだよね。さあ、なんだ。え？メトロン星人。いや、関係ねえぞ、これ。これ同じメトロン星人だったらどうなんだろうな。関係あるのかどうか。はい、緑。なんだ？え？ダダ眼球。え、絶対強いの出るな。これ、いいの出るだろ、絶対。わずかに震える。白い顔に君の年老いた悲しみを見た。ライラ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 ライ。なんだ？バルタンセブンガー。なにそれ。ロボットの表情豊かで可愛いね。でもすごいガッツを感じるよ。あれ強くない？なんか普通に強くないか？バルタンセブンガー。ありじゃない？なんか、ほら、G が少ない。めっちゃ。強いわ。受け取ろう。はい。一軍？即戦力？まさかの。バンシロー。オッケー。じゃあ、バンシローで教会に登録しておくね。じゃあ、これでいこう。はい、バブシローだとちょっとなんか、よし。いいね。バブシローでいこう。よろしく、バブシロー。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。他にもツイッター等もやっているので、ぜひともフォローの方よろしくお願いいたします。それでは明日の動画でお会いいたしましょう。うかことうかい東四郎でした。またねー。